バースデーライブ2日目、皆様お越しいただき誠にありがとうございます。これから始まるライブを一緒に盛り上げるために、まずはみんなで準備運動をしたいと思います。まずは手を頭の後ろに回してスクワット10回。皆さんも一緒に行きますよ。せーの、1 2 3 2 2。はい、そこサボらない。3 3。まだまだ4 4。はい、5 5。はい、5 5 5 5。声出して6 6。しゃあ7 7。はい、8 8。9 9。はい、10 10。はい、あともう10回。本日のライブでは超絶かわいいというコールは禁止です。メンバーは超絶でもないかもなと気にしてしまいます。よって今日はまあまあかわいいとかそこそこかわいいとしてください。では実際にやってみましょう。私の後に続いていってくださいね。そこそこかわいいアスカ、はい。本日はこのようにお願いします。あ、もう一つ NG ワードが、俺の嫁です。トップシークレットなのでリアルにやめてね。椅子の上に立っての鑑賞はおやめください。ましてや組体操をするのは言語道断です。本公演は物を食べながらの鑑賞は禁止です。万が一発見した場合は私がすぐさまステージから降りて募集に参ります。あ、髪を振り回すと周りの人に迷惑なので束ねましょう。録音録画はダメ、絶対。ほら、たまに会場で竹馬に乗っている人を見かけますが禁止させていただきます。馬の被り物も禁止です。会場内でのシャンプーは禁止です。会場へ裸足で来てはいけません。会場内のバイシクル移動は禁止です。内部中はお静かに。手拍子をしてはいけません。アンコールをしてはいけません。目をつぶってお楽しみください。会場内の手拍子をしてはいけません。裸足で来てはいけません。ずっと聞いてたら何なの、あれはダメだこれはダメだ、ああしろこうしろとか。ライブは自由に楽しむもんでしょ。自己中でいいじゃないか。みんな全力で楽しむぞ。いくぞ。名古屋ドーム、やっほー。お前ら今日は全部出し切れよ。
すごい盛り上がりで始まりましたけども、乃木坂46今日2月22日でようやく8周年の誕生日を迎えました。せっかくなのでステージのこちらの皆さん、そしてステージバックの皆さんと一緒に誕生日の歌を歌いたいと思うんですが、いいですかね。はい、じゃあそれでは音楽スタート。でね、盛大にお祝いもできたということで、次の曲の準備があるメンバーは行きましょうか。はい、はい、はい、ということでもう8歳ですね。早いですね。本当にデビュー当初から応援してくれてるよっていう人ってどれぐらいいるんですかね。はあ、本当ですか。めちゃめちゃいる。ありがとうございます。嬉しい。ということでですね、今回のバースデーライブも昨年に引き続き全曲ライブとなっていますので、199曲をこの4日間で披露したいと思います。そしてですね、昨日は1日目でもう51曲披露したので、今日は何曲になるか、皆さんどんな曲披露されるかなっていうのを楽しみにしながら聴いていてください。よろしくお願いします。お願いします。はい、そしてですね、いつものライブよりはかなり盛りだくさんになっていますので、皆さん途中の水分補給とかも忘れずに行ってほしいのと、途中でちょっと具合悪くなってしまったり体調崩しちゃったなっていう方いらっしゃいましたら、近くの係員の方にちょっとでも声をかけて様子を見てもらったりとかしてください。健康第一なので、みんなで元気にライブを終われればいいなと思ってます。よろしくお願いします。お願いします。はい、じゃあ2日目、今日がお誕生日なので意気込みなんかを聞いていきたいと思うんですけども、まずはさやにゃん。はい、はい、お願いします。ありがとうございます。いや、そうだな、もう本当にね、メンバーすっごい楽曲を覚えてるんですよ。すっごい量を覚えてて、本当にね大変な中頑張ってきたんで、それをね今日みんなに披露できるっていうのはすごい嬉しいことだし、なんかこうバースデーライブって乃木坂の歴史を振り返ることができるじゃないですか。だからこう私も一緒に振り返りながら、なんだろうな、今日ここまで支えてきてくれた人とかファンの皆さんとかメンバーの皆さんに感謝しながら楽しみたいと思います。お願いします。ね、一日頑張ろうね。頑張ろう、はい、ね、長いけどね。そうだね、ここからが本番なんで。はい、じゃあ続いていきたいと思います。続いてはかきちゃん。はい、そうですね、4期生は今回で2回目のバースデーライブに参加させていただくんですけど、去年がその初めてのバースデーライブで、それに加えて4期生はその先輩方と一緒にライブをさせていただくっていうのも初めてだったので、もうことあるごとに泣いて泣いて、もう曲の前も泣くし、先輩のパフォーマンスを見てても泣いてっていう感じだったんですけど、今年はまだ早川セイラちゃん以外泣いてないので、あれ一人はちょっと泣いちゃったんですけど。セイラちゃんはどうして泣いちゃったの。昨日テンダーデイズの曲を4期生でさせていただいたんですけど、その時にこけてしまって悔しくて泣いてしまいました。そうなんだ。じゃあ昨日、はい、なんかもう昨日いつもライブでこけちゃって、なんか全国ツアーでも2回こけてて、うん、もう毎度毎度
もうお騒がせしてもう4期生ごめんなさい。なんか誰かさんに似てますか？あれ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 なんかこの辺にいる人もよく転ぶよね。なんかでもでもね、うん、セイラちゃんねこの辺の人わざとじゃないもんね。わざとビジネスじゃないもん、はい、ビジネスじゃないです。そっか、じゃあ一緒にしちゃいけないのか。違う、うん、そっかそっか、ごめん、仲間だよ。全然誰も見てないところで転んじゃったんだもんね。そうなんです。こんなさ、ね、ステージのここで転んだりはしないよね。しないです。すいません。はいはい、気を取り直しまして、じゃあ感想も感想ではないですね。まだまだ始まったばかりでした。すいません、意気込みね、ちょっと意気込みを聞けたところで、はい、もう曲数もかなりたくさんあるのでどんどん行きたいと思うんですが、皆さん準備はいいですか？はい、それでは次の曲に行きましょう。次はこちらです、どうぞ。誰かに言われた言葉の棘
ありがとうございました。それでは残れる4期生はちょっと残ってもらって、ここでは私たちが MC をさせていただきます。ということでですね、あの先ほどカッキーが言ってたように、私たち4期生は今年が2回目のバースデーライブということで、みんなどうですか、2回目のバースデーライブは緊張してますか？緊張する。緊張してますか？本当に？はい。ということで、あの今日はあのみんなに去年のこと覚えてるっていうのを聞きたいんですけど、みんな覚えてたりする？去年のこと。うん。お、じゃあセイラちゃんどうぞ。私は去年あの初めてあのバースデーライブに出させていただいて、あのその時とあのちょっと前 の, あのお見立て会をさせていただいた時から、あのずっとこうサイドポニーっていう髪型が決まってて、あのずっとやってたんですけど、なんか途中でね飽きてきちゃって、あのもうしなくていいよって言われるようになってからも、あのずっとしてなかったんですけど、今日はこう1年ぶりということで、こう成長した姿を見せれるようにサイドポニーにしてきました。あ、かわいい、かわいい。似合ってる？超似合ってる。ほんまに？ほんまに。あ、嬉しい。え、でもさ、あやめも、そう、私もずっとセイラと同じでサイドポニーをしてたんですけど、最近やっとなんかいろんな髪型をできるようになって、今日もなんかちょっと巻いちゃったり、ね、しちゃったり、しちゃったり、かわいい、かわいい。え、もうサイドポニーしないの？しない、あ、しないかな。みんなはさ、やりたい髪型とかあったりしたの？あ、染めたりとかってこと？染めたりとか、あと巻いてみたいとか。あった？え、あった？でもそんなになかった？なんかさやかもさくちゃんも髪伸びたね。伸びた。あ、そう思った。そう、かわいい、サラサラね。かわいい。でも私は本当に今日セイラのサイドポニーが見れて本当に嬉しいの。思ってるの。ありがとう。うん、だからまた今度やってね。うん。じゃあ次はどうしようかな。じゃあさやかちゃん、あまりさ、うん、あまり関係ないんだけどさ、うん、今日、ちょうど、うん、皆さんフライヤーが配られたと思うんですけど、4期生が DTV のドラマに出演させていただくことになりまして、ありがとうございます。ありがとうございます。このドラマで私はあやめちゃんのお姉ちゃん役をね、うん、あやめちゃんのお姉ちゃん役をやってるんですけど、その役と出会えて本当に私の人生が変わりました。え、なんか成長した？すごい大人になったね。なんかすごい。本当に一歩。何？何？恥ずかしいじゃん、こんな見てるんだから。で、そう、その、うん、あの私たちが出演するあのドラマで、あのサムのことの方で、うん、ね、サクちゃんがね主演としてこう出てるんですけど、はい、え、サクちゃんどうだった？ね。撮影楽しかった？撮影はめっちゃ楽しかったです。楽しかったです。楽しかったよね。楽しかったよ。なんか本当普段さ、あの全く自分たちと違うキャラクターみたいな役柄だったんで、なんかさくちゃんもちょっとね見どころたくさんあるから、ぜひ皆さん見てみてください。見てください。よろしくお願いします。ありがとうございます。じゃあ次で最後にしようかな。じゃあね、ゆなちゃん。はい。1年早かったよね。早かったね。唐突だけど早かったね。そう、それで去年のバースデーライブではその先輩方の曲を披露させて、4期生で披露させていただいたと思うんですけど、うん、今年のバースデーライブでは4期生の楽曲を披露させていただくことができて、なんか乃木坂46としての自覚を持つことができました。おー、なんかいいこと聞けた今。最後にすごいこと聞けた。ね、でも本当そうだよね。去年は本当先輩方の曲をこうやらせてもらうっていうだけで、あの自分たちの楽曲がなかったので、え、嬉しいよね。やっぱし楽曲があるって、なんかまた自分がさ、こうまた乃木坂46の一になったんだなってなんか改めてそう感じれたと思うんだけど、え、みんなさ、どの曲やってて楽しい？どれも好きやけど、あの私は4番目の光が好き。みんな一緒やった。
本当に私も4番、うん、全部大好き全部大好き確かにということで、私たち4期生は今度から5人新しく入って16人でまた新しく活動していくので、また今年は新しい4期生がたくさん見させられて見れると思うので、ぜひ皆さんこれからも応援お願いします。ということで次の曲いきたいと思います。続いての曲はこちらです。どうぞ。
傷ついてもいいから、食べていいから、熱く
Thank you.
今日も仕事疲れたな。でも白石先輩かっこよかったな。ああ今日ご飯行きましょうって言ったのに、なんか東京で用事があるから行けないって。何の用事なんだろう。私より大事な用事とかあるのかな。
I'm not afraid to die.
じゃあテレビでも見よっか。見よう見よう、ね、何見る？あ、ひねくれツリーっていうのは？あー、なんか聞いたことあるな。え、面白いのそれ？すっごい面白いよ。でもそれよりね、あのトップ名取れるかなっていう番組が超面白いらしいの。そうなの？だからさ、それ見てもよくない？じゃあ何やってるかな。ね、来ててみよう。そうだね。Thank you.
これライトよ、大事なのはライト、まあ何でもライトが大事よ、ほらみんな使って。皆様いかがだったでしょうか。続いてはこの曲です。どうぞ。その人はまるで夏の夕立のように突然喋り始めました。
1期生、2期生、3期生、はい、4期生の1人ずつで、はい、1人ずつで、はい、残ってお話をしていきたいと思います。1期、2期、3期、はい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 、皆さん、楽しんでいただけましたか？ステージバック席の皆さんも楽しんでますか？すごい、ありがとうございます。ありがとうございます。私たちは今日で8歳ということで、はい、おめでとうございます。ありがとうございます。乃木坂に入ってからの、はい、なんか思い出とかエピソードとかあったら聞きたいなっていいのそれで？ダメ？いいよ聞きたいないいよ。じゃあまずランゼ。はい、ありがとうございます。そうですね、エピソードと申し上げるのかわからないんですけども、うん、そうですね、私は乃木坂46に入ってすごく生きた証が残せたんじゃないかなと思っていて、これはあの同期の佐々木琴子がオーディションの時からよく言ってた言葉なんですけど、生きた証を残したいって言って乃木坂に入ってくれて、で私もすごく今日ドームでライブやらせていただいたりとか、まさかドームでこんな4人とかで MC やらせていただく人生すごくありがたいし、こうやってたくさんの方に見てもらってすごく、あ、もう生きた証十分残ってるなって今しみじみ感じてて、うん、で次はそうですね、2期生琴子の話したんであれなんですけど、2期生ライブも、うん、バースデーライブ終わってすぐあるので、うん、それでもまた生きた証を残していきたいなと思っています。頑張ってきます。確かにさ、乃木坂に入ってないとさ、メンバーにももちろん会うこともできなかったわけだしさ、こんなにたくさんの素敵な人に出会うこともなかったわけだからさ、ごめんね、すごい真剣な話にしちゃったけど、すごく、うん、ね、うん、何よ、語彙力ないな、語彙力ないな本当に日本語下手なの、ごめんなさい、伝わる。英語の方が上手か？英語も苦手なのでも本当にあのね、入ってなかったらこんな素敵な人、2回なかった、2回言ったからも大事なことは2回、そうね、そう、会うことはできなかったわけだから、そうよ、なんか感謝ですね、感謝ですね、東京、そう、誕生日だから、あ、
あ、そっか。ごめんなさい、なんかパニックになっちゃって、まあ、ちゃん緊張しますよね、まあ、この MC がすごい緊張するんだよね。緊張してて、もう始まる前から、じゃあ、うちが指揮では、じゃあ次は、お願いします。じゃあ次は、あやめちゃん、はい、任せて。ありがとうございます。私はこれからのことなんですけど、さっき4期生の MC でもちょっと出たんですけど、新しく4期生に5人入ることが決定したので、なんかまた新たな4期生を、その16名で新しく入った5プラス、あ、5で16人で、なんだろうな、今の4期生の楽しい、なんかみんな優しい感じは残しつつ、新しいまた4期生をこれから見せれたらいいなと思います。かわいい、最年少しっかりしてるよ、しっかりしてる、大好き。でも確かにこうやって乃木坂のさ歴史が続いていくっていうのはすごく嬉しいことだよね。はい、じゃあ続いては、はい、久保ちゃん。はい、私でいいですか。ありがとうございます。そうですね、私も3期生として加入してもう3年も経ったんですけど、うん、その中でやっぱりこう先輩方と仲良くさせていただく機会というのもすごく増えてきて、うん、先日も実はマーヤさんのお家で、はい、鍋を一緒に鍋パーティーしたんだよ ね、したんですよね。それがすごく嬉しくて、私自分からこう先輩とか人を誘うのがすごく苦手なんですけど、だけどこう誘ってみようって勇気を出すことが最近多くて、でもその中でマーヤさんと鍋できたのすごい嬉しかったんですけど、私やっちまってるなって思うところがちょっとありまして、昔から、うん、ご飯行きましょうねって約束したっきり、うんうん、自分からこう行きましょうっていうのをもう一回言えないんですよ。でここにいる寺田蘭瀬先輩 ね、2年間約束をスルーし続けてまして、行く行く詐欺だよそれは。そう、行く行く詐欺なんです、ね、詐欺にあってんでしょ。今の話さ初めて聞いたのよ今日、うん、誘われてないで裏切ら違う、誘われてないの、違うんです。行きたい気持ちはあるんですけど、お引っ込み思案じゃないですか。 Me too Me too。 いやじゃあでも行きたい気持ちもあるんですよ。うちも行きたい。行きたいですか。あ、じゃあ行きましょうって行こう。あとは後輩ちゃんもできたことですし、あやめちゃんも一緒に行く。ぜひ。嬉しい。本当に。でもさ、今日初めましての組み合わせじゃないですか、この4人は、ね、鬼滅でお仕事とか最近多いですけど、うん、なんかすごく変わった組み合わせだけど、私すごくこの MC この4人でお願いしますって言われた時になんかすごいしっくりきてて、ずっと言ってくれてるよね。そう、ずっと言ってるの。だからコロナの時間すごい楽しみだったんやけど、ね、だからプライベートでも仲良くしてもらいたいし、でもランチはね、2人でよくご飯行ったりしてるよね。おだからみんなで、ね、めっちゃ楽しかったんだよ、鍋、パーティー。鍋パーティーやりましたね。あやめちゃんもね、一緒に行こう。はい、行きます。一緒に一緒に行こう、みんなで行こう。じゃあお願いします、この4人で。じゃあ、はい、すいませんね、なんか私より全員しっかりしてた、なんかいや最後ぐらいかっこよく決めてくださいよ。お願いしますよ。じゃあ最後決めますね。はい、お願いします。続いてはこちらです、どうぞ。と聞いて皆さんは何を思い浮かべるでしょうか。銭湯、夏の蚊取り線香、インスタントラーメン、新幹線、夢と希望に満ち溢れた古き良き時代、そして現代、令和。もちろん夢と希望があります。そう、現代日本のシンデレラストーリー、乃木坂46。古きを訪ねて新しきを知る、乃木坂46のパフォーマンスで思い出の昭和日本へと誘います。タイムスリップ、令和から昭和へ、乃木坂46とともに。
水玉模様でした。Thank you.
橋くんを務めさせていただきます。ポニミオナでございます。はい、バースデーライブでしか見ることのできないこの堀様軍団、まさかあの乃木坂工事中で披露した橋くんの顔がきっかけで2代目に就任するとは夢にも思いませんでした。人生何があるか分かんないですね。分かんない方は堀美央の橋くんで検索してください。そうですね、大先輩の、1代目橋くん、初代橋くん若月美先輩に敬意を込めて全員で頑張らせていただきますのでよろしくお願いします。さささまさん、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 さささまさん。壊れた I love you 欠片
しくない君だから黙ってそばにいてあげる。何があったかなんて聞いたって何もできない。涙を流してくれたら今より
路面電車は今日もまた街の中を走り、人の想い運び続けてる。日常的な風景、そして路面電車がだけどどこ走ってゆく街は、今も君が歩く
したくないよ。自分だけの問題だ。どう思っているのか、どうしようとしているのか、僕は心の中でつぶやいて。Do my best.
ありがとうございます。ありがとうございま す。じゃあメンバーは急いでセンターステージへ行っちゃいましょう。はい、はい、はい、皆さん盛り上がってますか。ありがとうございます。はい、ここからはね、あのお座りいただいたりして、あの休憩しつつ聞いていただきたいなと思います。はい、ということで、ですね、あの乃木坂も、まあ、こうデビューから8年ということで、あのたくさん思い出ができたと思うんですよね。はい、はい、ということでこの企画に行っちゃいたいと思います。題して乃木坂46 8周年記念私の思い出クイズ。ありがとうございます。はい、そうなんですよ、あの、まあ、名前の通りですね、あのそれぞれの思い出をあのクイズ形式にして振り返ってみようというコーナーになっております。皆さん、あのこのコーナーはですね、皆さんにも参加していただきたいなと思ってますので、あのよかったらあの一緒に考えてほしいななんて思います。じゃあ早速もう一人目の出題者からあの聞いていきたいと思いますね。じゃああやねちゃんにしようかな。はい、はい、よ、はい、鈴木あやねです。問題、ででんででんが優しいね、いいね。私は最初の頃あーちゃんっていうあだ名だったんですけれど、 そうね、まあ、それに伴ってないなということであやねちゃんに変更しました。うん、まあ、変更したんですけれども、あの伊藤純奈ちゃん、メンバーの伊藤純奈ちゃんが、はい、まあ、特殊なあだ名で呼んでくるんですけれど、そのあだ名は一体何でしょう。お、うん、A あやお、 B ちあんちゃん。え A はあやおで、あやおと B はちあんちゃん、ちあんちゃん、ちあんちゃん、ちあんちゃん。お、じゃあどうしようかな。 A の人はあやおだと思う人はペンライトを青にしていただいて、 B のちあんちゃんだと思う人は、赤にしていただきましょうかね。じゃあ皆さんどうぞ。ちあんちゃん由来が知りたいね。圧倒的じゃん。圧倒的ちあんちゃん。ちあんちゃん多いな。多い。やしか残ってないよ。まあ、さっきあの私が聞き取れなくてさ、ちあんちゃんって言ったらさ、あのちょっと押して来たもんね、ちあんちゃんですって。確かにヒントだったかな。怪しいかも、はい、まあ、ちょっと怪しいですけど、じゃああやねちゃん正解の方は。正解は B のちあんちゃんです。すごい、すごいね、みんな結構正解率高そうですね優しいファンの方にえ、何このちあんちゃんっていうのは。純奈に聞いた方がいいのかな、うん、じゃあ、 あのあやねちゃんって呼ばれてるじゃん。はいはい。で、純奈なんかあやねちゃんにすごい甘えたい時あって、その時になんかちあんちゃんって呼び始めて、そこからなんかちょっと安定してきたかもしれない。そうだよね。そう、あやねちゃんのちゃんをちあんにしてて、だからちゃんちゃんってことなんだけどもう原型なくなっちゃったんだね。なるほどね。ジュンナは結構いろんなメンバーにそういうあだ名つけたりするの？うん、なんかねすごい特別な呼び方作りたくなっちゃうのえ、なんかいるこのメンバーとかで最近は、うん、あの樋口ひなちゃんのことを、うん、あのニーニーって呼んでます。そう、ニー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 ちゃんじゃん。そう、由来とかはあるの、うん、それはひなちまが、うん、ニナちまってなって、はい、ニナとかニーって呼ばれてて、うん、でそこからニーニーって呼び始めました、うん、これまた原型がないパターンですね、はい、でも可愛いね、ニーニーも。そう、甘えてくる時に使うんだけど、あやねちゃんも実はさっきあの始まるほんと直前に体育座りしながら、うん、ニーニーって言ってきたよね可愛い、可愛い、ちょっとすっごい可愛かったんです。これはでも見たいけど、うん、どっかの機会でね、なんかまた見れたらいいよね。いつかどこかで。じゃあありがとう、あやねちゃん。じゃあ二問目いっちゃおうかな。じゃあレノちゃん。はい。はい、中村レノです。じゃあ行きます。はい。ペレン。昨年の全国ツアーで旗揚げされたさゆりんご劇団ですが、残念ながら、中止、
あ、ライブがね、そう、ライブが中止になってしまって披露できなかった、うんうん、大阪公演でやる予定だったお芝居は次のうちどれでしょう。え、なんだ。1、西野七瀬さんが出演していたあなたの番ですのオマージュ。え、2、白石麻衣さんが、出演していた俺のスカートどこ行ったのオマージュ。おお、どちらでしょう。じゃあこれまたさっきと一緒で A の、あなたの番ですのオマージュだと思う人は青で、 B の、お礼のスカートどこ行っただと思う人は赤で、はい、はい、知っていただいて、あとバックステージの皆さんにもちゃんと参加していただけてるんでしょうか、はいね、みんなやってくれてる、してくださってますかね。お願いします。はい、はい、あ、でもなんかどうだろう、割れてるけど、うん、青の方が多いかな、ね、そうですね。実はこれあの神宮、明治神宮で、はい、あの披露できなかったのを収録したものを公演前に放送してて、それを見たって方は分かるかもしれないです。なるほど。すごい、いい問題だ、はい、ということで、ちょっと思い出した方とか今変えても変えるチャンスですよ、はい、はい、ということで、じゃあ正解はレノちゃんお願いします。はい、正解はA のあなたの番ですのオマージュです。おー、すごい、青じゃないですか、青が正解。え、そうだったんだね。そうだったんです。え、何、ミステリーだったの。そうなんです。えー、いやこれ本当にやりたくって、実はこの公演で白石さんとかにも出ていただく予定だったんですけど、本当できなくてめちゃめちゃ悔しかったので、またどっかの機会でサルリンゴ劇団やりたいななんて思ってます。そうだよね。でもいいね、なんかまたなんか別の機会とかでもね、あったらいいよね、ライブで。やりたい、見たい、さゆりんご劇団ね、もういいけど、さゆりんご軍団もね、本家だから、本家中の本家やから。そうね、さゆりんごがね、ちょっと浮気症ですから、あれはね、だいぶ嫉妬したな、ね、まあまあまあ、ちょっとまあそんな感じなんですけども、はい、まあこれからもね、乃木坂のことをもっともっと知っていただいて、もっともっと皆さんには好きになってもらいたいなと思います。よろしくお願いします。お願いします。はい、ということで後半戦いきたいと思いますが、皆さん盛り上がっていきますか。ありがとうございます。では続いてはこちらです、どうぞ。
終盤に差し掛かってきましたが、皆さん楽しんでもらえてますか？ありがとうございます。改めてですね、こうやって8周年のお祝いの日を皆さんとこうしてこんなにたくさんのファンの方と一緒に、そしてこんなに広い会場でお祝いできること、本当に心から嬉しく思います。そうですね、ちょっとはしゃぎすぎました。やっぱり8年っていうのはすごく長い年月だったんですけど、私たち1期生が入った時はまだ人数も少なかったですけど、今となってはもう2期生、3期生、4期生と本当にたくさんの後輩が入ってきてくれて、新しい出会いもたくさんあって、今なんかだったら、私は1期生ですけど、私なんかよりすごく頼もしい後輩だらけで、すごく頼ってしまってるんですけど、そんな素敵な出会いもたくさんありますけど、やっぱりグループにいるとすごい悲しいお別れというか、悲しいこともたくさんあったりして、本当は嫌なんですけど、笑顔で送り出さなきゃいけない時とかも、きっと皆さんもこれは共感していただけるんじゃないかなと思います。なので、その皆さんがちょっとでもこれから悲しくなったりとかすることがあったら、私たちがこの乃木坂のパワーを使って皆さんのことしっかり笑顔にしたいなと思うので、この曲を送ります。それでは聴いてください。悲しみの忘れ方。
ここまで素敵な演奏をしてくださった乃木坂バンドの皆さんと、素敵な歌声で、響かせてくださいました名古屋スクールオブミュージックの皆さんに大きな拍手をお願いします。ありがとうございます。ありがとうございます。そして私たち乃木坂46も、ここまで見てくださりありがとうございます。最後ちょっと今日はおめでたい日なのでもう一回言わせてください。乃木坂ちゃんお誕生日おめでとう。おめでとう。こうして素敵な一日を皆さんと一緒に過ごすことができて本当にみんな幸せに思ってます。これからもどん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 みんなで力を合わせて大きなグループになっていきますので応援よろしくお願いします。本日は本当にありがとうございました。ありがとうございました。
皆さん、ここまで来ちゃいましたけど、いかがでしたか？楽しんでもらえてますか？ありがとうございます。本当に皆さんの熱気で私たちもどん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 テンション上がっていたので、本当に楽しい一日になりました。じゃあ2日目終わりに差し掛かっているということで、メンバーに感想を聞いていきたいと思います。じゃあまずはよだちゃん。はい、はい、私も本当に皆さんと同じようにすっごい楽しかったんですけど、一つちょっと気になっていることがあって、今日初めて披露させていただいたザ・もうすぐザンビ伝説、どうでしたか？よかった、よかったですか？ありがとうございます。なかなか披露することがない曲なので、実際全曲披露って聞いて、いやどんな感じになるんだろうってすごいドキドキそわそわしてたんですけど、まあああいういろんな演出も加えていただいて、私自身すごい楽しみながらさせていただいたんですけど、本当にすごい皆さんの反応が気になってしょうがなくて、まあはい、独特だったもんね。そうなんですよ、なんか懐中電灯を顔に当てたり、うん、今までライブでそんなことしたことがなかったので、ね、なかなかアイドルでホラーソングってないもんね、うん、そうですよね、うん、だから、まあ、今日見れた皆さんはすごいレアなのでラッキーということで、はい、ありがとうございます。はい、ザンビ伝説すっごいかっこよかったってもう拡散していただけたらと思います。ありがとうございました。はい、ありがとう。さあ続いては松。はい、いた。はい、こんにちは。はい、私はですね、今回今日さゆりんご軍団のさゆりんご募集中を披露させてくれ、うん、披露させていただいたんですけど、もうさゆりんご軍団はこういうバースデーライブでしかもう披露がないんじゃないかと噂にはなってないかもしれないんですけど、でも今回なんと中田かなちゃんがかりんちゃんの代打で、はい、はい、ついに公式の場で披露していただいて、そうなんですよ、はい、ね、今まですごいいろんな場所にもう中田かなを使いまくってたんですけど、こうやってね公式の場で披露させていただくのは初めてだったんですけど、そうね、なんかあの衣装とかもさ、うん、初めて着たからなんかうわ似合うなって言っちゃった全然なんか恥ずかしくて、そう、すごい、だってスカートの心配めっちゃしてたもんな。これってこれで合ってるんですかってずっと聞いてた。いや本当にもう本当今回は本当に助かりました、ありがとうございます。いやいやいや、もうまた何か助けれることがあれば、うん、ありがとうございます。でもいろいろねさゆりんご軍団、うん、これから、ね、これからやりたいなって、うん、そうそうなんですよ、そうすごい披露させていただいて、もうかなちゃんにも助けてもらって最高やなって思ったんですけど、ちょっと気になったのがさゆりんご軍団最初に皆さんコールお願いしますって言ったんですけど、皆さんコールできたよって人、あそうだったの、すいません、いっぱいいたね、もうじゃあ本当に嘘ついてなくて俺が一番誰よりも正確にコールしたよって人、あれ嬉しい。あれそれそういうことでよかったのかな今の。そう、なんかあれコールみんな言えてるかなってちょっと心配になったけど、皆さん言えてたようなのでよかったです。今後ともよろしくお願いいたします。はい、ありがとう、よかったね、盛り上がってね。はい、ということでいよいよ次が今日の最後の曲になります。ありがとうございます。そうですね、明日からもう今日は2月22日で誕生日を迎えたので明日から9年目になるんですけど、9年目になった乃木坂46もいろんな世代が掲げ上げることを私たちも祈って次の曲を送りたいと思います。それでは聴いてください、キャラバンは眠らない。Thank you.
実感しているんですけど、最後に一つだけ皆さんに聞いていいですか。9年目も10年目もその先も私たちについてきてくれますか。ありがとうございます。私たちも皆さんにたくさん応援したいと思ってもらえるように、これからもどん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 上を目指して頑張っていきますので、これからも乃木坂46の応援をよろしくお願いします。本日は本当にありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございます。